殺の剣を他人に握らせるな。見失ったらしく振る舞うのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されてない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を倒す敵を見つける小視線版。今にも叫び出しそうで悔やんでも悔やみきれないんだ。涙流して絶望しても戻ることはないんだ。ひたすら歯を食いしばって苦することのない強さで突き進むしか道はない。尊重してくれると